こんにちは。これ制作日記第1話 やっていきたいと思います。今ね、1、2、3、4、5段編んでて、6段目かな？ 1、2、3、4、6、1、2、3、4、5、6段目を編んでるとこです。最初はね、ゲージがなかなか合わなくて、ちょっとどうしようかなと思ってすごい悩んでいっぱいやり直ししたんやけど、結局ね、このね、緑のね、糸でね、うまく、これリネンキルやっけ、プール奏法さんのリネンキルでなんとかゲージが取れたので、これで進めたいと思って進めております。で、今のところは同じことの繰り返しをやればいいので、パターンも見ずにね、同じことをどんどんやっているっていう感じで、ずっと長編みをずっとやってます。で、今日は、今撮ってるのは日曜日なんですけど、とっても天気が良くて、この後ね、ちょっと荷物が届くので、それを今待ってるんやけど、荷物届いたらね、まあ、ちゃんとお散歩行こうって話してます。すごくお天気がいいので、お散歩したいです。じゃ、ちょっとね、なんかね、手元を映す用のね、カメラのなんか台みたいなやつ持ってたんですけど、なんかその接続部分みたいなのが壊れちゃって、今ね、手元を映すね、器具がないんですよね。なんでちょっとこの角度で手元映ってないと思うんやけど、ちょっと雰囲気だけでも見てもらえたらなと思います。もう手元映すも映さないも長編みしてるだけやからな。でもこのね、この斜めの角度から撮るのね、最近すごい気に入ってるのよ。ごめんなさい。どうかな、まちゃん的に。斜めの角度から撮ってるやついいと思う？あ、よかった。なんかね、斜めに話しかけてる方が、なんか正面、真正面ももちろんライブとかでね、やったりもしてるんやけど、なんか斜めから話しかける方が、なんか、親しみが湧きやすいかなとか、勝手に思ってやってます。なんかね、居酒屋の席とかで、なんかこう、斜めにいる方が喋りやすいとかなんかあったりするじゃないですか。そのなんか、原理をちょっと利用してます。今日もっていうか、ちょっと寝坊しちゃって朝はゆっくり寝ました。まっちゃんはね、昨日ね、夜ね、服を作っててね、ワンピース完成させたんですよ。すごいね。かっこいいワンピースね、完成させて、今ね、ちょっと映ってないけどね、今着てるんです。結構遅くまでやってたんじゃない？大丈夫？やってた。11時半くらいかな。夜から作り出したからね。あ、やば。また忘れるとこや。皆さんも今ね、秋で、なんか、イベント？毛糸のイベントいっぱいあって、なんか本とかもさ、いっぱい発売されてさ、いろんな方の、とか、カルとか、あと、なんかいろんなさ、毛糸イベントがやってて、みんな忙しいんちゃうかなと思います。私はね、これをやってますよ。楽しいです。これから秋からね、冬にかけてみんなシーズン真っ最中って感じだもんね。編み物の。
あ、なんかずれてる。あ、危ねえ。横のとこにやってた。うん。ここやな。うん。見えるかな？わかるかな？わかんないか。このマーカーつけてるところは、引き抜き網？引き上げ網？引き抜き網か。引き上げ。引き上げ網っていうのをやってて、よく忘れそうになるんですけど、注意してやってます。ちょっとずつだね。これも本当に。雨めるんかってちょっと心配になってるんだけど、雨める、まあ雨めると信じてね、頑張って、頑張りはせえへんけど、ぼちぼちねやっていこうかなって感じです。はい、っていうことでね、ちょっとずつですけど進めて、また進捗ね報告していくので、なんかこんな感じでね、本当にちょっとずつになると思うんやけど、進めていこうと思うので、よかったらまた見ていただけたら嬉しいです。みんなもね、これの、まだね、ちょっとフライングでテストニットさせてもらってるんやけど、またね、発売開始になったら、ぜひぜひ注目してもらいたいと思います。はい。かわいいね、パターンなので、私も完成が楽しみです。はい。じゃあ、今回は、この辺にしたいと思います。この動画がいいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたねー。バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録よろしくお願いします。